トランクスさんはこちらの世界へ修行しに来ているはず。僕が教えてあげるよ。僕はフュー、トランクスの友達さ。友達だと？トランクスは大変なことに巻き込まれている。彼は今監獄惑星にいるんだ。監獄惑星？それをなぜ貴様が知っているんだ。怖い顔しないでよ。友達がピンチなんだ。調べるのは当然だろう。監獄惑星は宇宙中の危険な囚人たちが集められた星だと言われている。急がないとトランクスが危ないよ。トランクスのやつ捨ては焼かせやがって。行くぞカカロット。おう。あのフューという男気になりますね。ええ、マイさん、あなたにお願いがあるのです。でっけえ鎖だな。おい、この木はなんだ。あ、こいつは。悟空さん。見つけたぞ。そうか、おめえあっちの俺か。あっちの奴の仲間か。何？空が。無駄だ。ここは完全に閉じた空間だし、脱出はできねえぞ。なんだって？そうだ。ダメか。何のことだ。フュー、さすがはサイヤ人。孫悟空同士めっちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよ。ふざけんな。君の考えは読めたよ。何？二人のカメハメハで空間を破ろうとしたんだろ。ダメダメ、無理無理。とっさに思いつくなんて、さすがはタイムパトロールだけどさ。タイムパトロール？俺はおめえたちとは別の次元の孫悟空だ。時空を超え悪さをするやつを捕まえるのが仕事だ。うえ、おめえいいやつだったんか。この星に詳しいようだな。当然だよ。監獄惑星は僕が作った実験場だからね。強い戦士をいろんな時空から連れてきて戦ってもらうのさ。永遠にね。強い戦士か。赤い君、ここを調べるためにわざと僕に捕まったでしょう。
私たちを騙したってことか。トランクスは本当にここにいるのか。トランクスは許しがたい存在だ。人間のくせに時間を自由に行き来するなんてね。だから罰を受けてもらったのさ。それに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからね。おめえ悪い奴なんだな。はずれ。悪いんじゃなくてとってもすごい奴なんだよね。トランクスはどこだ。探してごらんよ。おっと、たとえ再会できたとしても脱出するためには特別なドラゴンボールを7つ集めてもらわないとね。ドラゴンボール、これだ。1個持ってんか。やつが俺にくれたんだ。あと6つは他の囚人さんが持ってるよ。みんな強いからせいぜい取られないようにね。じゃあ実験開始。なんだこれは。どういうことだ。ドラゴンボールを出せ。何？ドラゴンボール？さて役者は揃ったね。宇宙一楽しい実験はいよいよ本番だ。君の出番はもう少し後だよ。悪のサイヤ人。悪のサイヤ人、とんでもねえやつみてえだぞ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、暴走した悟空、悪のサイヤ人大暴れ。絶対見てくれよな。暴走した悟空、悪のサイヤ人大暴れ。フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで貴様もトランクスの気を探れ。とカカロット。あいつすっげえでけえ気だ。おい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。空気中サイヤ人か。こんなにも邪悪な気は初めてだ。なぜここに。
トランクス、お前はカカロットを、俺はこいつを倒す。わかりました。貴様はクーラー、みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー。その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバー、悪のサイヤ人だと。父さん、クーラは味方です。うん、目的が一致しただけのこと。ゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見る、あえて言うなら、ゴールデンクーラー。さあ、始めようか。元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。気に入ったぜ、お前たち。俺と戦え。奴はカンバー、悪のサイヤ人だ。なんだって。そうだ、悟空さん、ベジータさん、ポタラ、太陽神様から預かってきたんです。俺が奴を引きつけます。その隙に、あのガキ、終わったな。踊れー、カカロット、やるぞ。オラたちの本気見せてやる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ。
最強の輝き、ベジットブルー海王拳炸裂。絶対見てくれよな。輝き、ベジットブルー海王拳炸裂。壊すことこそ俺の喜びよ。こいつは面白くなってきやがった。海王拳トランクス、しっかり。それにしてもすごい気だ。悟空さんたち大丈夫かしら。もっともっと高まれ、上がれ上がれ。最高を超えた最強のエネルギーだ。
手で葬られる栄誉をやろう。まさかあれは弾けて当たれ。なんてデカさなんだ。くそ、力を使いすぎたか。化け物め、もはや制御不能、カンバーが重たるか。ベジックの超絶パワーで立ち向かう。新アビリティ、ドカバキでラッシュを決めろ。仲間の力を借りて必殺技でフィニッシュだ。キャンペーンカードは全7種。さあ、君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へ飛び込め。監獄惑星の強敵が君を待っている。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション4弾。監獄惑星で暴れ続けるカンバー、その時ついにフューガー覚醒。次回スーパードラゴンボールヒーローズ激高スーパーフュー登場。絶対見てくれよな。激高スーパーフュー登場。なんだ。クソ、力を使いすぎたか。奴の尻尾を切るぞ。俺に命令するな。悟空さん！ああ！ああ！
派手にやってくれるじゃないか。調子に乗るなよ。なんてやつだ。もっとやれ、もっと戦え。そこまでやれとは言ってないよ。君たちはエネルギーさえくれればいいんだ。教えてあげなきゃいけないね、ゲロウどもが。我が尻尾に触れることすらできまい。悟空さん！悟空さん！カカロット！貴様か。お前を制御する。何？混ざって閉じろ。できるなんて。さあ戦いを続けるんだ。戦う相手はお前だ。ダメダメ、戦うのは君たちだけさ。あの野郎、何を企んでいやがる。お前の相手はオラだ。その赤い髪、貴様は。スーパードラゴンボールヒーローズ、ついに覚醒したヒュー、大猿化したカンバ、20倍海王拳の悟空。勝つのは誰だ。君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界に飛び込め。三国惑星の強敵が君を待っている。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション4弾、
特報、8周年記念イベントウェブで配信決定、5話最速公開、最新情報を見逃すな。追い詰められたオラたちの命に救世主が現れる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強の戦士スーパーサイヤ人4ベジット、絶対見てくれよな。最強の戦士スーパーサイヤ人4ベジット。どこのどいつか知らんが、いい度胸だ。誰でも構わぬ、俺の相手になれば。だが、父さんが二人、タイムパトロール、貴様たち、そこのカカロットを連れて逃げろ。来い、俺はまだ暴れ足りぬ。何？すげえ気だ、あいつ。いや、俺、こいつを使うぞ。嫌いだったろ。今回は特別だ。
溶けたか。来る！君たちか。僕の実験室を壊したのは！北学友、おめえの計画はもうおしめだ！君たちはやりすぎた。これじゃ計画が台無しだ。罰を食らえ！激闘の果てに崩れゆく監獄惑星。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、オーラがケリをつける。発動身勝手の極意、絶対見てくれよな。オーラがケリをつける、発動身勝手の極意。趣味だ。感謝するよ、サイヤ人たち。貴様、逃がすか！しまった！ヒューの野郎は後だ！まずトランクスたちを逃がす！
ヒーローズ。カンバーとの戦いはクライマックス。監獄惑星の崩壊で荒れ狂うヒュー。悟空も覚醒、身勝手の極意。さあ君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び込め。映画ドラゴンボールスーパーブロリーと超連動、最強戦士ゴジータ参戦。キャンペーンカードも盛りだくさん。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション5弾好評稼働中。監獄惑星の崩壊はさらなる激闘の幕開け。次回スーパードラゴンボールヒーローズザマスが復活、宇宙騒乱編開幕。絶対見てくれよな。じゃあな、こっちの宇宙のオラ無事だといいんだが。悟空さんならきっと大丈夫です。うん。第六宇宙の海王神、何があった？第六宇宙に正体不明の敵が襲来、現在抗戦中なのです。何？破壊神はどうした？シャンパ様はじめ破壊神の皆さん、禅王様のとこにお呼ばれしてるけど全然連絡取れねえっつーの。父さん、海王神に向かって何をする？その敵とやら俺が始末する。わかった。暴れたい気分なんだ。君のことはインプットされているんだ。やるね。くらえ！
険だぜ。今のはちょっと聞いたよ。再生した。まだまだもっと。ひざまずいてもらうわ。第七宇宙。師匠。うがいないぞ、キャレー。はい。その方は。息子だ。新しいのが来たよ、姉さん。いい暇つぶしになればいいけど。へえ、俺たちが相手だ。第七宇宙を狩るのはまだ先のつもりだったが、こやつらは。ん？そうか、君は彼らを知っているんだったな。だが今は待て。人間め。まあ待て、禅王を倒すまでに会わせてやる。楽しめそうね。さあ、面白くなってきた。そろそろやろうか、姉さん。私も同じこと思ってたわ、オレン。何を企んでやがる。あの人でも苦戦するとは、すげえ敵が現れたみてえだな。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強最悪の戦士襲来、壊滅する第六宇宙。絶対見てくれよな。最強最悪の戦士襲来、壊滅する第六宇宙。するだよ、トランクス。はい、父さん。僕、女の子を使おうかな。いいわね、私もそうするわ。ロボ。こいつらの体は僕たちのものだ。一体何が起こってるんだ。気をつけろ、奴ら俺たちを狙っているぞ。え？クラッシュブレイク。スマッシュブレイク。父さん、どうすれば。
倒せ。この体使えるわね。サイヤ人だからね、姉さん。嫌な能力だな。私たちはツフル人が超科学で生み出した最強の人工生命体。そう、あらゆる戦闘プログラムをインプットされているのさ。だけどツフル人の奴ら、僕たちの強さを恐れた。ひどいでしょ、勝手に作って勝手に壊そうとして。そんなの許せない。その体を返してもらうぞ。父さん、今のうちに。二人が引きつけている間に。今です。残念だったね。面白かったわよ、その必死なところ。クソ、舐めた真似を。宇宙の種にはもうエネルギーが満ちている。誰だ、貴様は。俺は全王を倒す者、ハーツ。この宇宙の種で全王、海王神を、破壊神をぶっ潰す。バカだ、できるわけがない。できるさ、俺だからな。そして人間の真の自由を手に入れる。最高だろ。何が自由だ、矛盾してるぞ。俺矛盾してるからさ。一体何をするつもりだ。お前たちも宇宙の糧になれ。あの子たちは僕らがもらうよ。だって強いんだもの、まだ遊べるわよ。いいだろう、君たちが望むなら。くそ、舐めやがって。さあ次の宇宙へ行こうか。ザマス、一緒に来い。俺たちと夢を見よう。よかろう。だが言っておく、私に命令するな、人間。ザマス、なぜあいつが。そこの君、宇宙最強の男は誰だ。君が思う宇宙最強の男は第11宇宙のジレンか。心を読んだのか。どいつもこいつも俺たちサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。一体何してやがる。
カカロット。最強の人間か、会ってみようじゃないか。準備はいいですか、悟空さん。おう、いつでもいいぞ。第11宇宙で暴れる悪の戦士たち、オラが復活するっきゃね。次回、スーパードラゴンボールヒーローズ、悟空復活、衝突する最強と最強。絶対見てくれよな。トランクス、第11宇宙だ。はい、奴らだいぶ暴れたみたいですね。そのようだ。今の光は一体、父さん。
互角のようだな。だがお前に俺は倒せない。いいねジレン、オレン、ジレンを試してみろ。任せて。まず、やつは俺の獲物だ。ここはもう十分だ。カンバー、君は第三宇宙へ行ってくれ。私も楽しませてもらうわ。汚れた手で神に触れるな。邪魔だ。邪魔だ。とどめだ。何？では、あとはどうぞご自由に。やはり、生きていたんですね。あの力は、まさか神だというのか。なんなの君、超ムカつく。ギター、オラたちはまだまだこんなもんじゃねえよな。反撃開始だ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、反撃猛攻悟空とベジータ、絶対見てくれよな。反撃猛攻悟空とベジータ。
が這つく。君からは危険な香りがするよ。いつの間に。大丈夫ですか？やったぞ！何かがうごめいている。驚いたかね。私は不死身なのだよ。不死身だと？では私から行こう。それしかないね、姉さん。合体した。驚いた？まあ、カミンとオレンで、カミオレンとでも呼んでよ。さっきよりインパクトがないね。ラグス、ラグス、また君の力が欲しいんだ。嬉しい。来たね、ラグス。銀色のオーラ、完璧ではないということか。私のガラスよ、切り刻め。私はラグス。
下がっていろ。奴らには散々コケにされたんだ。俺がやる。進化した。第11宇宙での大乱戦。ついにハーツがその実力を見せる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ激闘第11宇宙頂上決戦。絶対見てくれよな。